何が？ちょっと難しいかもしれない。英語の問題よりも。お父さんにも言われた。お前はそれで尻込みするのかって。私ね、首を振った。それから電話じゃ見えないって気がついて、うんうって言ったの。尻込みなんかしないって、そう言った。お父さんは当たり前だなって、そううなずいて。夏美を殺したのはお前なのだから、そうするのは当然だって。通りお姉ちゃん、お父さんに言われるまでもなく、私も魔女をやめようとは思わなかったけど、それがどうしてなのか、京介に心配かけたくないから説明するね。聞いてくれる？ただいま。
早く良くなってよ。なんか欲しいものある？飲み物は？うん、何も。じゃあ私自分の部屋に行ってるね。お母さんに言われてるし。用事ができたら声かけてね。すっ飛んでくから。宿題ちゃんとやるんだよ。わかってるって。ただいま。おかえり。ねえねえ、良くなった？うん、少しは。本当に良かった。欲しいものとかある？桃。桃？うん、桃食べたいなって。ちょっと待ってて。やっぱりなかった。じゃあさ、じゃあさ、買ってきてあげようか。うん、お願い。わかった。じゃあちょっとだけ待っててね。すぐだから。大丈夫だよね？
大丈夫だよね。私の責任だから、私がお姉ちゃんだったんだから、うがい手洗いは大事だよね。気をつけてさえいればきっと風邪なんかひかないはずだから。帰ろう。ところで、京介はやっぱり教えてくれないの？過去に戻りたい理由だけど。なんだか心配だよ。けど、京介だったら心配かけてもいいよ。それじゃ、また明日。私が気を失っちゃったから、そのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね。あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど、なんともなってないってことは、攻撃じゃなかったのかな。私が心配なのは、やっぱり大人は頼れないのかなってこと。だって実際に本人に怒ってそれでも気がつかなかったってことは、私たちがいくら口で言ったところで
そうだね。警察に行っても無駄かな。やっぱりもっと意味ないんじゃないかな。敵なんでしょ。自分でそう宣言していたからね。怖いっていう感じはあんまりしなかったけど。そうだね、ただ嫌な感じはした。うん、不具体点っていうのなんとなく実感できた。絶対に一緒にはいられない、そういう感じ。時々クラスの半分けで揉めるけど、それに似ているかな。問題はどうすれば倒せるんだろうってことだよね。あれがいなくなれば虫食いも収まるかな。だって絶対無関係とは思えないよ。だよね。けど倒すって、欲しがりません。勝つまでは一億総火の玉打ちてしやまんだね。